往年の谷中五重頭、現在の五重頭、あと谷中五重頭、放火侵入事件は、1957年7月6日、早朝に、東京都台東区の谷中霊園内の五重頭が、神獣による放火で消失した事件である。この五重頭は、高田露伴の小説、五重頭のモデルにもなった、天皇寺の五重頭が1908年に、当時の東京市に寄贈されたもの。 東京の名所の一つで、谷中霊園のシンボルになっていた。火の手は7月6日午前3時45分頃に上がり、火の子は塔から50メートル離れた地点にも降り注ぎ、新柱を残してすべて焼け落ちた。消失後、焼け跡の新柱付近から男女の区別もつかないほど焼損した消死体2体が発見された。わずかに残された遺留品の捜査で人は、 都内の裁縫店に勤務していた48歳の男性と21歳の女性であることが判明した。遺体から金の指抜きが見つかり、当時そうした指抜きは要塞紙しか使っておらず、そこから身元が分かったという。現場には石油を詰めた一升瓶とマッチ、睡眠薬も残されており、捜査の結果、男女は不倫関係の生産を図るために、昇進自殺を図ったことが分かった。 当は再建されず、現在は、素先だけが残るのみである。映画監督の船橋敦氏は、同事件の取材中に、台東区谷中の妙王院の元住職、塩田隆夫が、当日の記録映像を所持していることを知り、その過程をもとにした、ドキュフィクション映画、谷中墓職を2009年に公開した。塩田住職は、事件当時消防団の副団長で、消火活動の合間に、 コダックエクタクロームのカラー 8mm で撮影していた。ABC イメージ、大正、昭和、平成事件、犯罪大辞典 P564、ディープインザバレー、谷中母色プロダクションの男。ありがとうございます。